こんにちは、ネモです。パワープラプリやっていきます。今回はハイスコア9000点、制動守備固め、試合経験点 90% デッキですね、いきたいと思います。クロエ、カイル、鈴木、田中山、カジ、そして進むということで、皆さんハイスコア9000点 SR ガチャ券ゲットはチャレンジしておりますでしょうか。でね、最難関とされる制動高校の9000点って結構いろんなデッキで達成させていただいていて、気になる方はまた過去の動画をチェックいただければっていうところと、今回新しい形ができるんじゃないかなというところで、試合経験点を 90% 積んで、さらに、まあ、固められるところはやはり守備の方が人数多いので、まあ、そういった形でやっていこうかなというところでございます。で、これをね、なんとかね、達成させて、新しい形の試合経験点、そして制動9000点をね、皆さんの頭の片隅にでも置いといていただけたら嬉しいです。行きましょう。どうしよう。まあ、体力をとにかく使わないことが大事だね。守備職人。で、まあ、鈴木とかは、こう、評価が低いキャラクターなので、結構上げていくの大変かなっていうふうにも思います。でまあ、とにかくメンタル踏み続けて、まあ、あと監督評価を、11月か、11月の1周までに揃えておいて、スタメンで試合出れると結構かなりの経験点稼げるんで、まあ、それも、まあ、いけるんだったらちょっと目指したいなって感じです。で、まあ、思想をやった時は、肩固めをやったんですよね。まあ、この守備キャラの田中山と、あとは、あ、田中山だけかな。田中山のところが、あ、あと黒江か。田中山のところが、石神で、黒江のところが、寺道っていう感じで、おーい、ちょっとその体力減らしやめて。まあ、やったりしました。で、それが結構うまく回ったには回ったんですが、まあ、やっぱり守備固めした方がいいかなっていう結論にはなりましたね。で、結局その 3-3 ぐらいだったんですよ、組めるものが。3-3 だと結構やっぱタックで取れるものっていうのが少なくなるので、まあ、その方がいいかなっていうふうには思ってます。で、体力の回復はこれないですね。外見よりもかな。結局調子安定になるっていうね。うん、ここ一回戻って回復しましょう。まあ、徐々に精神、おー、いいね、いいね。それは普通にありがたいわ。あー、いいですね。これは拾いましょう。3人あげれますね。まあまあ、なかなかに。整えられてきてるんじゃないかなっていうところと、メンタルが強いですね。めちゃくちゃ固まっている。こういうナチュラルに来るやつをね、うまく取れるといいなっていうのと、まあ、守備にどうせだったら固まってほしかったっすねっていう。回復ナイス。これも回復イベントだな。まあ、体力使う必要はないけど、経験点ここ取れるんで取りましょう。あとは、ま、守備にうまーく固めていきたいですね。これ打撃も強いけどね。進むがいなかったわ。黒江から行こうかな。黒江から行こうかな。まあ、いけるかなっていう問題もありますけどね。これ、どっちかっていうと、これ行く？ゾノ。ゾノ。ゾノ邪魔だな。ゾノ、筋力とかにいてくれていいぞ。これとにかくでかいで最大値上げておきましょう。ちょっと今のもったいなかったっすね。盗塁か。ああ、まあ、44。悪かないが、さすがにここは、鈴木行って、わあ、骨いべ。まあ、このね、骨いべ来るとかがね、来ると、こう、結構大変かなっていうふうには思いますね。まあ、いてくれてはいるんだけど。もうちょい固めたいな。進む。守備。で、まあ、ここはパワーヒーを狙いたいです。OK。で、パワーヒーだけはなんとか集め切って、こう、試合でね、打てるようにしときたいっていうのがあるので。ああ、いいですね。3人タック固まってますね。で、まあ、持ったポイントは、ほぼほぼミートカーソルと、まあ、筋力入れるのが大変なので、まあ、そこは考えていきたいなっていう感じです。タックは3人以上だったら踏みたいっていう感じですね。まあ、4人とか来るといいんだけどなっていうのと、田中山のね、この、削りが結構きつかったりします。で、ここは、行きましょう。ナイス。あとは、やる気効果が結構重なるデッキになってるんで、まあ、重なるとシンプルに強かったりもしますね。で、あとは、ま、試合前までに4500点、まあ、4000点ぐらいいけてれば、多分、
達成できるんじゃないかなっていうふうにも思ってます。あとはこのカイルとかの最新のイベキャラは、イベントが強くて経験点入るので、そこもね、結構注目して見ていきたいなというふうに思います。ナイス。OK。ナイス回復。11月4週か。で、打てるかどうかわかりませんね。これは、だいぶわかりませんね。行きましょう。結局、パワーも低いので、まあ、どうなるかなっていう感じですね。あ、やばいかも。あぶねえ、怖ー。ヒットで十分だわ。怖すぎるわ。あ、勝てたんでありがたかったっすね。18オールか。まあ、しゃあねえな。で、おだってまくるでいいね。別にどっちもあんま変わんないかな。からの、おー、打撃。ああ、これはシングルなんで。鈴木行って回復して守備、はい。で、分かったで筋力入れましょう。とにかく筋力を入れたいですね。ダブルタック、もうちょい欲しい。マスコカイル。はい。あー、骨イベントか。うん、黒絵走りましたね。で、黒絵先輩が見返してあれですね。あー、いいっすねー。これは全員が固まりました。全員が固まった、すごいな。ありがてえ。まあ、こういうのを見たいわけですからね。これはかなり順調ですね。オッケー。4人タッカーほぼ最大値。内野安打。ははは、魔術師成功した。なあ、珍しい。魔術師まさかの成功しましたね。ああ、これ、鈴木でいいかもしんないですね。いや、ここは、黒絵で。まあ、とにかく、この食堂に行けたら体力は回復できるので、まあ、そこに寄りながらっていう形が一番いいと思います。これ経験点欲しいけどな。いいや。わあ、いいいいいい。ダブルタックにはなってますね。まあ、ナチュラルダブルなんで結構強いっていうところと、これはまあ踏みましょうか。か、まあ燃やしてもいいけどな、カイル入れて。燃やせるかどうかの問題はありますが、ちょっとカイル行こうか。守備。うん、燃えなかったか。あと一回って感じですね。ああ、まあダブルタックなんで。ここはもう燃やしに行きましょう。で、守備力上げます。今回結構敏捷を吐くところとかもね、大変なんで。で、筋力は使いたくないんでっていう感じですね。で、ああ、そうか。もう二人。この二人はもう固まってるんだよな。火事をどけておくっていう感じかな。まあ、火事は肩に言っといてもらいましょう。オッケー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 、ナイス。進むナイス。んで、これ三人拾う。火事成功するかな？パワーでしょ。パワーは、ま、上げれないですからね、そもそも。そもそも上げれなくて厳しいっていう。これ拾っときましょうか。今、ほぼ半分ラブパ状態なんでね。オッケー。まあまあ、いい感じじゃないかな。3129なんで、相当出てますね。まあ、さっきの4人タックが効いたなっていうのと。オッケー。これ経験点でかいんですよね。これはありがてえ。ああ、どうしよう。誰もおらんしな。うん。まあ、内野安打は取ってあげて。あー、まあ、体力がな。監督強化上げれるのは大きいですけど、これは非常に微妙ですね。まあ、みゆき、いや、これはメンタルいけます。いや、今のちょっともったいなかったっすね。お、やる気アップしたわ。ありがてえ。シングルタック。シングルはいらないんだよな。黒へ行きましょう。あー、骨イベントか。骨イベントだと、まあ、これが連発されると結構厳しいなっていう感じするんですよねっていうのと、これどこも行けねえな。あー、むずいね。スカウト評価でいいかな。まあ、こういう逃げ道も作っておきましょう。筋力入るのもありがたいですしね。まあ、この練習の一手一手が青銅高校は9000点取るにはかなり大事かなっていうふうに思いますね。
監督あげれるが鈴木で。ナイス守備。田中山の体力削りが結構きつい。からの、シングルタックか。まあ、進むでも火事でもどっちでもいいですが。よーし、いいよ。これで今ダブルにはなってる。もう一人欲しいね。進む行きましょうか。あー、骨イベント。畜生、悔しいなー。4ぐらいはタックしたいですからね。オッケー、ナイス。あら。おー、いいね、いいね。3人タックありがとう。火事も絡んで、まあ、結構、欠点が増えてますね。で、これ、フォームだよな。ああ、まあまあまあ、オッケー。で、うわ、うめえわ。うめえけどいらんわ。やあ、コツイベント。まあ、これはしょうがないですね。火事は大体成功しないんで。ここに来てタックの発生悪くなってきたな。実質行く。で、守備練にしときます。まあ、この繰り返しではありますねっていうところではあるんですけどね。春一。黒絵、今。そうだよな。これ、グラウンド行きますわ。整理を手伝う。で、このかなり上がるのが結構重要ではあると思いますね。進む行く。ははははは。全然みんな小つい目なんだけど。火事場ありがとう。カラーのシングルタックですね。ただこれ黒いなくなっちゃうんで、もうやっちゃいます。守備職。カラーの4387なんで、まあ、セクサは全く出なかった。には出なかったんですが、まあ、結構順調かなという感じです。点数的には。あとはもう試合経験点でバーンって入れられるんで、やめて。怖。自分の打席をプレイ。で、パワーヒッターは取るのと、筋力を上げれるだけ上げるのと、まあ、ミートカーソルはね、上げれるんで、上げましょう。行きましょう。いやー、どうでしょうね。まあ、結構ギリギリかもしれんが。オッケー。ちょっと監督評価地味に足りなかったですね。あの、沢村との守備練みたいのでミスったのが痛かったですね。あれで上がってれば多分スタメンで経験点もうちょっと稼げたかなっていう感じはします。ただ勝てたんでま、いいでしょう。まあ悪くはねえな。これはいらんか。体力削る必要ないしね、これで。くらい行きます。守備。からの、一人。たまにおやつで回復できたりするんで。あ、いいっすね。オッケー。まあ、悪くはないでしょう。そこそこ。良くないことで監督評価ですね。はい。はははは。といなさすぎでしょ。そして骨いべ。あ、いいっすね。これはダブルタック。守備職人とバントか。これだったら田中山はまあ潰してあげていいですね。で、踏みましょう。まあまあ取れてるかな。シンプルに、なんでしょう。そのタックの性能も高まってきてますし、最近のキャラって。てか、これ強いな、打撃。古谷、なんか起きた気がするな、これ。プロテインで。OK。聖堂魂がかなり上がりました。かなりをもう一回ぐらい、いいね。引ければ、普通に、やれそうですね、いろいろ。かなりもう一回引けるとこあるかな。あー、なるほどね。どうしましょうかね。まあ、体力戻してよな。はい。ギリギリこれ間に合わない感じかな。ただ、ここからが本番ですね、このデッキの。で、サクッといって。まあ、これぐらいあれば、なんとかはなるんじゃないでしょうか。一応、守備とかも上げてはいるので、チームの足は引っ張らないぐらいにはなってるはずです。
球上げつつ、あとはなんか盗塁とか取る。で、行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。もうこの予選の1回戦で93入りますね。やべえな。それはバグってんな。クロエ行きましょう。守備。あー、いいっすね。3人になってますね。もう拾ってもいいけどな。拾いますか。普通に全然ありですね。で、ここはイナジスとの試合です。で、初球とか取りたいかな。いや、まあ、純粋にパワーでいいか。純粋にパワー上げつつ。で、まあ、残ったポイントが結構難しいんですけど、魔術師取るか。魔術師成功してて笑いますね。かく乱、サイン察知。守備移動。まあ、いいでしょう。こんなもんで。行きましょう。はい、勝てました。オッケー。ということで、すでに125点オール入ってますね、ここで。あー、強いけどな。火事で全然いいんだけど、経験点的には。監督行ったら燃えるとかないかなーって思っている、ちょっとだけ。ちょっとだけ監督行ったら燃える説ないかなと思っている。いや、この辺はマジで覚えてないんだよな。鈴木行きます。ははは、骨イベント。悔しいな。だったら火事行ったわって感じ。スカウト上げましょうか。これであと練習全然して大丈夫なので。で、あとは筋力もらってるんで、これで筋力高めつつ、ちょっとミートカーソルも上げましょうか。んで、行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。155オール。めっちゃ強いわ。これが聖堂とは思えない強さ。いいですね。鈴木、まあ、安倍とか。まあ、広角打法無理だからな、速攻とか。普通に踏むしかないっすね。なあ、安倍こういう時こそ、こういう時こそ点数くれって感じですが。あとはですね、まあ、どうしよっかな。チャンス上げとくのと、広角打法とかもちょっと欲しいですね。まあ、右側に打った時にやっぱり、全然大した話にならないので、まあ、そういう、こう、この中で取って効果を発揮するようなもの、守備固めとか本当そういう感じになるんですよね。筋力取れないんで。っていうのは考えていきたいなというふうに思います。で、これでいっか。よいしょ。はい、勝てました。次行きましょう。186オール。強っ。それは強いわ。最後守備踏めましたね。で、スカウトもこれで、満点評価もらえそうなので、それは良かったなっていうのと、なんとかあとは、なんとか B まではいけましたね、パワーも。これだったらなんとかなるかな。はい。ムードも取っときましょう。ムード最初から取っといた方が良かったですね。ちょっとこれは遅かったですね、対応が。行きましょう。はい、勝てました。ということで、最終は218オールですね。まあ、こんだけ入ってりゃ最後いけてるんじゃないかな。スカウトもね、しっかりと1位評価だったので、多分、あ、OK です。なんとか9220点ということで、新しい形の試合経験点 90% 守備固めで、9000点捉えることができました。よかったー。はい。ということでですね、まあ、こんな感じでなんとか、ここも9000点を取ることはできました。よかった。はい。ということでね、まあ、本当にいろんな方があると思います。聖堂高校は。球速固め、変化球固め、ピッチャーで言えば。まあ、球速固めが一番楽かなっていう感じがします。野手であれば、筋力。そして今回新たにね、守備固めっていう新しい選択肢、オプションができたかなっていうふうに思います。で、5人タックとかが守備固まんなくても達成はできたので、まあ、結構安定感に関してはあるんじゃないかなっていうふうに思います。本当にね、セクション3の伸びっていうのはかなりグッっていう来るものがあるので、まあ、多分試行回数少なくやれそうかなっていう感じではあります。ただ、まあ、デッキ揃えるのが3人試合経験点 20% のキャラ、ワールド進むと、カジン、そしてカイル。まあ、この辺集めなきゃいけないんで、まあ、この方に関しては、まあ、本当にこういう方もありますよ、みたいなご紹介に、とどめさせていただきます。ぜひ皆さん、球速固め、もしくはキャラがいる方はね、この守備固めも試してみていただければいいかなっていうところでございます。
今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。